まあ、あとはあれに沿ってですね、庭園の方もこれだけ広い、まあ、両方含めて1万2000坪あります、はあ、それで建物の方はそれぞれ110坪ですね。おバランがですね、大隈さんは先ほど写真見たようにあの東京の方でも立派なこう温室があって、そこでまあ園遊会的になるわけですから、うん、まあ、こちらのバラ園、ちょうど咲き頃ですね、うん、バラは5月と11月が全体咲き頃だと思います、うん、皆さん吉野亭は意外だとありますか？はい、今バラが少しちょっとあの海のあれでちょっとあれですけども咲き始めてます、うん、あ、皆さん、御所にお住まいの方もいや、御所にですね、結局8人の師匠がお住まいだったと、別荘もおつだと。おお。あ、こちら、さように勤務地ですね。さっき総楼閣の隣ですね。あと、大隈重信、うん、これから今言ったらですね、山形有徳というのは、これ向こう側の中学のところにあったんですね。それから伊藤博文と、うん、寺内正武さんも駅の山側の方に、うん、まだ僕は親戚の人がこう住んでおられます、うん、それから原隆さん、うん、それから加藤隆さん、これ三菱 の岩崎八太郎の人関係のなります、うん、それから吉田茂さん、はい、うん、こういう人が住んでます、うん、またガイドのですね、企画ガイドでこの8人の最初のやりますよね。ほう。ほう。旧仏ってこれから中に入りますけども、一応この下にですね、碑線っていう掛け軸を書いた場所があるんですね、うん、これは現物がありますので、よく、うん、見れると思います、うん、横山大観がですね、こちらにお泊まりになって宿泊してですね、それお礼に書いたという、ああ、この四川飛ぶ泉亭が来ます。でこの下にですね、その腰掛けて書いたあれもあります。それからこの滝っていうのは実際に滝が流れてるわけじゃなくて、人工的にこういうふうな形で流して一応滝にしたということです。まあ、これ朦朧体というそうなんですが、新しい作法らしいんですが、うん、はっきり線で書かないで、こう朦朧としたあれで書き方でやっているというふうになります。これは実際に現物がありますので、ご覧ください。
こちらが、あと、ムス・ムネミズ校の一応、住まいだと。うん、それ大正12年 の、 関東大震災で、うちはどうで全壊してしまいました。それ今までのはですね、栃木県の芭蕉の方に一応移されまして、先進 10% の先進部にとなっているわけです。それから、建物をよくご覧いただきますと、まあ、あそこの南部です、入れるところですよね。あれ、網代作り。それから皆さん、あそこに書いてあるんですけど、何て書いてあるか分かりますか？小魚礁って言うんですね。小魚礁、耳に聞く小魚礁ですね。それから漁、それから礁。まあ、本当はですね、漁師の町でして、まあ、一応漁師もいろんな声が聞こえるということで、それから、まあ、国民もですね、いろんな声も聞かなきゃいけないということで、小魚礁というようなことを書かれています。まあ、蝶は聞くという意味ですね。そういうことです。これ太田舞岩という、やはり先ほどの大徳寺、円覚寺の館長をやられた方が一応書いたんです。で、これは当時の、一旦はこちらは破壊しましたけども、その大体のあれは、この作りを再現しております。じゃあ、中に入りましょうか。はい。12名です。はい、かしこまりました。こちらの方でバスのご提示をお願いいたします。はいはい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。足元を気をつけてください。おー、なんかすげえ。そちらは書生の部屋だったそうです。ほう、まあ、ちょっとじゃあ中に、これ海の別荘ですね。一応中に砂が落ちるような形で一応込んで、はい、これは薬水で一応です。はあ、で書生の方がいいですか。じゃあどうぞ、こちらの方で。おお。じゃあ中には入らないで、開けちゃうね。最初に日本とメキシコの条約を結んだのが一応ルーツがあります。その後イギリス、フランス、外国とですね、交渉がされまして、一応日本 の、 立場を理解いただいて条約改正に持っていったということで、その間のことをですね、権限力、空地に使えて心を広げるという意味の権限力という本を出しました。それは西戦争の始めから最後までの書いた本なんですが、最後の方はちょっと結核だと思いますが、54歳で亡くなったんですが、弟子にですね、それを一応交通して書き上げたそうです。それこれが先ほど言った図、横山大観が書いたこれ秘書というぐらいです。まあ、これもともと古川善光の、石部さんがこういただいたやつですね。これも、まあ、付け書印という形でこういう形になっております。まあ、柱も一応面取りで、まあ、気がのない。